はい、皆さんこんにちは、アポロンです。今回もモンスターファーム2プレイしていきます。さあ今回は4大大会の後半戦ですね。やっていきましょう。はい、そして能力の方は変わりありません。前回と同じですね。はい、で技も今回覚えていきます。トレーニングじゃないよ。そして修行もね、また同じ型ですね。はい、前回はね、このなんだろう、イエロサウルスがね、まさかのイエロサウルスが出てきたんですけど、さあ今回は出てきてほしいよ、マグマハート。どうなるかな。最近マジで見てないんでね、フェニックスばっかり来るんだよな。さあ落石注意、注意したかな。でまあ5ぐらい、ジョームさんもね5ぐらい上がっていればいいかなと。はい、3だったな。でティラノも倒して、よしティラノも軽くやっつけて、さあ誰が来るかな今回は。どうだ、ん、なんだ。なんだ、なんかいいにいたな。なんだったっけなこいつ。あ、流し目か、流し目かな。いや誰だよ。誰だよ、透けてるけども。なんだこれ、宇宙に行ってんのか。スケ玉、スケ玉来ましたね。もう前回のあのイエロサウルスに、イエロサウルスと同じく、なんだろう、本当に誰っていうのが。またもや来てしまいましたね。うわ透けてんな、気持ち悪。え、これ内臓とかないのこいつ。はい、今回も5秒退場で、すげえ末蔵だな。本当に内臓とかないんだ。血管もないしな。はい、そして帰ってきて、で出るかなあれ。うん、やったねと。で、まああんなやつですねあいつは。あいつは本当にあんなやつだ。さあ帰りましょうと。はい、そして回復もさせておきました。で今回の新技が、はい、もうこれですよね。ゴーレムといえばこれかな。竜巻アタック、力タイプの超必殺技、消費ガツ50でダメージ S、 命中 E、 ガツナオ C でクリティカル D となっています。はい、前回覚えたね、このぐるぐるアタックとまあ似てるんですけど、ガツナオだけかな違うの。ただゴーレムの中でも本当に屈指の、はい、ダメージとなっています。だからダメージ S プラスぐらいあるのかなこれ。本当にねめちゃめちゃダメージが出る技なんで、今回ね、はい、かなり期待して使っていきたいなと思います。よし、で3つ目の大会がウィナーズハイ、いきましょう。さあカツンカツンと、いやどれぐらい出るかな。ちょっとぐるぐるアタックとの違いもね試していきたいですよね。ただ2発耐えられるやつ出てくるかな。どうだ、あブリーカンディだったらもしかしたら2発耐えるか。そんな感じで使っていきましょう。まずカーマイね。よしカーマイ、こいつは絶対一発ですよね。うん。絶対一発だと思う。じゃあ打っていき、69%。命中率はどうだ、デスカッター。うわ、デスカッター当たるんだよな。30% のくせに。68。あ、命中率は同じかな。ってことは本当にダメージとガッツダウンだけ違うっていう感じかな。よし。50で打ってどうなる。おーし、今度はかわして。最高。竜巻。飛んだ。いや前回もそうだったんですよね、クリティカルが入って本当のあのダメージがわからない。どうだったんだろう、ここら辺は前回のぐるぐると全く同じ展開で。ルージュがね、あ大丈夫か、前回棄権されてしまったんですけど、今回は普通に戦ってきましたね。よし、であるなら打っていこう。 63% も連打で。連打連打。悲しい。1試合に2回しか打てないんだよこっちも。マジでマジで。いや信じて打つかな、信じて打って負ける可能性あるからなこれ。信じていいのやら。あ、コンビネーション信じていいか、ちょっと一発なんか入れとかないと。ビンタかな、ビンタ。さ
叩き込んでおかないと。うん、あ、これまだ負けてんのか。まだ負けてんのか。やばいかも。でも、もう一発打たないと、ちょっと、打つか。ほんとやばいけどな。これ、外れたら負けるんだけど、もうそれでも打っちゃうってね。バカだな、この戦い方。だった。いや、もうゴーレムはこれですからね。また出た。なんでこんなクリティカル出んの？普通出ないだろう。試したいときにとか見たいときに。どうなんだろうな。わからないな、本当に。全く検証ができねえっていう。しかもこれかい。これかい。ちょっとね、ここはやり直して、はい、戦いたいなと思います。さあ、ということで、はい、戻ってきました。ブリガンディ。こいつだったら一発ぐらい耐えてくれるかな？ぐるぐるアタック。どうだろう？あ、いきなり打たせてもらえなかったのちょっと微妙だな。どうだ？おお、563。なるほど。で、同じような条件でね、もう一発竜巻打って、どの程度差が出るか。一応さっきのは560と。さあ。いや、多分650ぐらい出るんじゃないかな。どうだろう。結構敵のガツが溜まってしまっている。これだとあんまりフェアじゃないな。あー、マジで？よりにもよってこれ食らう？溜まるかな？最悪だわ、今の。まだパンチとかだったら全然いいのに。あ、ギリ溜まりそうだな。なんとかね。ただ、敵も技打ってきそうなんだよな。さっきのが500、いくつだ ?60 か。かわされるし。ダメせね。かかった、分かったけど。いや、難しいよな、これ。ガッツがね、うん、全然たまらないだけに、命中率も低いし。次の大会で試せるかな。はい、一応まあ、勝ちましたね。まあ、それ自体は当たり前と。よし。で、これで3つ目。あとラスト1つですね。さあ、そこも勝っていきましょう。ってことで、ちょっと今回は能力見えるかな。いい能力の上がりであれば、やり直さず、いきたいなと。上がってほしいのは力命中回避かな。はい。ああ、回避、これダメだな。はい、これはちょっとやり直して、次の最後の大会に行きたいなと思います。はい、そして4大大会のラスト、ワールドモンスターズ杯やっていきます。ここは確かドルガードが出てくるから、そこで2発打てるかもな。あ、出てきましたね。で、まずはゼランディアから。はい、まあ、こいつは耐えられないでしょ普通に。どうしようかな。じゃあ、竜巻撃っていくか。一発だよな。竜巻アタック。クリティカルが出なかったらどれぐらい出るか。それを見ておきたい。おお、クリティカルなしでも999。さすがの威力ですよね、これ。これはめっちゃ威力あると思う。で、次ですね、ドルガード。まあ、危険されなければ、よし、打っていきましょう。はい、ドルーガード。回避は384。何パーセントぐらいいくかな ?80 ぐらい。あるかな、ないか、70か。まずぐるぐるね。え、かわされた。もう打てねえ。打てねえ、これ。あと2発は打てないんで。もう普通に竜巻打っていきましょう。で、また999出るかな。この相手にはさすがに999っていうことはないと思うんだけど。突き上げ。結構このぐるぐると竜巻を2回当てるっていうのも難しいですね。よし。なことある。あるか。どうしよう。じゃあ何打つかな。やっぱこれか。もう残りのガッツで打てるのはこれぐらいしかないな。スプビンタ。よし。
どっちがガッツ買ってんだろう今。同じぐらいかな。ポーンと。まあこんな感じですね。で、はい。結局あれは試せそうにないな。普通にシアラに竜巻打つか。当たるかな。今回外れまくってるんでね。シアラとかだったら 5,60% だろうしな。危険ね。はい。最後は危険で終わりましたと。で、ここも終わりましたね。よし、これで4大大会は全て制覇ということで、はい、なんか表紙抜けだった気がするんだけど、こんなもんかな。そして賞金回収と人気はもう100ですからね。はいはい。そしてね、結構能力いい感じで上がったんで、このまま行こうかな。また次回考えておこう。で、ジャガね。はい。まあ、ジャガでこれだけ喜んでもらえれば、全然いいかなと。よし。はい。ということで、今回は四大大会の後半戦戦っていきました。うん。なんだろう。もうね、能力もかなり強くなって、まあ、結構技は外れてしまったんですけど、まあ、ボコボコにしましたね。で、今回覚えた新技の竜巻アタック。うん。やっぱり事前の情報というか、イメージ通りね、このぐるぐるより威力出てましたよね。普通にクリティカルなくても999出たもんな。という感じで、はい。本当に当たれば相当威力ありますね、これは。ただ当たらないっていうね。どうなるかな。コンピューター戦になったらね、もうすげえのが並んでんな、ここ。どれが当たっても敵に、うん。めちゃめちゃね、ダメージ与える技ばっかりなんですけど、まあこれもね、ダメージは B ですけど、ガッツダウンありますからね。うん、本当に、遠距離というか、ここら辺ね、3列目以降は、弱い技が一つもないな。はい。そんな感じなんでね、結構コンピューター戦では、ここら辺がどういう働きをしてくれるか、うん、期待したいなと思います。そして次回はレジェンドハイ。また新技も覚えて、大会出てるかな？次の新技はね、結構大会に出ないと覚えられないんで、まあ使い込まないと覚えられないんで、はい。そこら辺もね、次回しっかりやって、また進めていきたいなと思います。お楽しみにしてください。それでは、今回の動画はこれで終了にします。ご視聴ありがとうございました。今回の動画面白いと思った方は、高評価とチャンネル登録、あと動画説明欄にある Twitter のフォローなど、すべて役に繋がっておりますので、よろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。アポロンでした。